から内閣委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日石井純一君および岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として岩本剛人君および高橋晴美さんが選任されました。中継前に引き続き内閣の重要政策および警察等に関する調査を議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。上月